浴衣びら。銭湯の普及とともに浴衣の起源は、平安時代の貴族が蒸し風呂に入るとき水蒸気で火傷をしないように着たことから始まりました。その後、汗を吸い風通しのいいことから湯上がりに着られるようになり、就寝時に寝巻きとして用いられるようになりました。やがて江戸時代中期に入り、外出時にも着られるようになります。時代の変化とともにスタイルは自由に、日本文化は希望とともにネットワークを超えて